TI-81TI-81 Ti はテキサスインストルメンツの最初のグラフ表示電卓である。1990年、大数学や微分析文学のコースで利用することを目的として設計された。その後、新たな機種で代替されたが、基本的な機能と9664ピクセルのディスプレイは変わっていない。Z80 マイクロプロセッサを搭載し、 で駆動する。Ti の他のグラフ表示電卓が Z80 を 6MHz で駆動しているのに比べると低速である。2.4KB のラムを内蔵。Ti-81 のユーザーインターフェースはイクエーションオペレーションシステムと呼ばれるもので提供されている。これは Ti-82 や Ti-83 などのインターフェースとほぼ同等である。 二次元の関数グラフ表示だけでなく、二変量の二次元グラフ表示、各種単位での三角関数計算、簡単な描画機能、66までの行列演算、TI ベーシックによるプログラミングが可能といった特徴を備える。後継機と同様、4個の単4型乾電池とバックアップ用のリチウム電池を使用する。バックアップ電池は乾電池交換時にプログラムが、 消えないようにするためにある。TI は TI-81 とイクエーションオペレーティングシステムをパーソナルコンピュータ上でエミュレートするソフトウェアを配布している。ありがとうございます。